皆さん、こんにちは。16歳の時、日活映画、狂った果実で俳優デビュー以来、数多くの映画やドラマに出演した津川雅彦さん。俳優一家に生まれたサラブレッドで、映画監督や評論家としても活動しました。今回はそんな津川雅彦さんの兄や妻、デヴィ夫人との恋、津川雅彦長女誘拐事件などについて、紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。津川雅彦さんには兄である長門博之さんがいます。長門さんの本名は加藤明夫で、子役としてデビュー当初は沢村明夫名義で活動していました。1940年代前半、俗清水港、無法松の一生などの映画に出演し、姪子役として活躍。学生時代の休業を経て、戦後は日活に入社。太陽の季節では主演を務め、石原裕次郎さんと共演し、看板俳優となりました。1961年に女優の南田陽子さんと結婚し、翌年にフリーとなります。しかし85年、妻への告白形式の暴露本、陽子へ、で、これまでの女性関係を公表。実名を晒された女優たちから批判を浴び、長年人気は低迷しました。なんとか人気を取り戻してからは、悪役として多くのドラマに出演。私生活では認知症の妻を介護し、長年苦労させたことを償おうとしたそうです。弟の津川さんとは、確執がありました。兄の人気を弟が追い越し始め、徐々にライバル関係になっていたそうです。また一説では、二人の母である牧野智子さんによって、兄弟関係が悪化したといいます。兄弟それぞれの妻である南田さんと、浅岡幸次さんは、牧野智子さんから互いの悪口を聞かされていました。そのため夫婦同士の溝が深まって、長年疎遠になっていたようです。しかし兄弟は晩年に和解。2006年、津川さんは、自身が監督した、映画、根津の晩、に弟を出演させました。さらに3年後、南田さんが亡くなると、妻に先立たれた弟を励ましたそうです。確執があったとはいえ、優れた役者だった兄のことを尊敬していたのでしょう。長い歳月を経て、ようやく和解した兄弟。しかし長門さんは妻を失った2年後、彼女の後を追うように亡くなりました。津川さんは兄弟の仲について、最近は、人生で一番仲が良かったのに、と語り、兄の死を悼んでいます。そんな津川雅彦の妻は浅岡幸次さんです。浅岡幸次さんは1952年に宝塚歌劇団へ入り、55年に退団するまで娘役として活躍。しかしお嬢様育ちで浮世離れした性格のため、周りからは天然ボケのキャラクターとして認知されていました。退団後、バラエティやコント番組で活躍できたのも、おっとりした天然キャラが受けたためでしょう。1973年に津川さんと結婚しますが、夫婦生活でも天然キャラは炸裂していたようです。浅岡さんは買い物をした経験がなかったため、店ではとりあえず1万円札を渡していました。すると小銭が溜まっていき、ある日とんでもない量の小銭を津川雅彦さんが発見しました。本人は小銭をお金と認識していなかったそうですから、驚くほど浮世離れしていますね。家事も洗濯もできず、掃除機の使い方すらわからないので、家のことはすべて家政婦任せでした。津川さんから、うちには主婦がいないと言われると、私も家事ができる奥様を欲しいと返答。バラエティ番組で人気を得たのも頷ける、見事な天然キャラですね。それでも夫婦仲は良く、2018年4月に浅岡さんが亡くなると、わずか4ヶ月後に津川さんも亡くなっています。長門さんもそうでしたが、まるで妻の後を追うように亡くなったというのは、切ないですね。そんな浅岡幸次さんですが、実は津川雅彦さんとの結婚が2度目の結婚。その前に青森県で内科医をしていた男性と結婚していたんです。女優と医師ということで馴れ初めが気になりますが、お見合い結婚だと言われています。浅岡幸次さんの家柄はかなり立派ですが、医師ならば見劣りしませんね。家柄が釣り合っていたとしても本人たちが合うかは別問題。お見合いを経て1967年に結婚した二人ですが、
1972年に離婚してしまいます。噂によると離婚の原因は浅岡幸次さんの不倫。浅岡幸次さんは離婚する前から津川雅彦さんと交際していたそうです。なお浅岡幸次さんと前夫の間には息子が一人いるようです。残念ながら子は春日井とはならなかったようですね。離婚後に息子の親権を持ったのは前夫。浅岡幸次さんは離婚後息子に会わせてもらえなかったんだとか。また浅岡幸次さんが家を追い出されたという情報もありました。そんな津川雅彦さんはデヴィ夫人との世紀の恋をしています。デヴィ夫人は恋多き女とも呼ばれていますが、津川さんはデヴィ夫人が本気で好きになったただ一人の日本人男性だったそうです。この時デヴィ夫人は1962年にインドネシアのスカルノ大統領と結婚し大統領夫人となっていました。ですが1965年に起きた政変のためスカルノ大統領が失脚。大統領の子を宿した夫人は安全な日本で私たちの子を産んでほしいという強い大統領の勧めで日本に帰国していました。そして長女カリナを産んで2年ほど経った頃、夫の愛人問題を日本の週刊誌が報じました。それまでも彼の女性関係についてデヴィ夫人は噂としては聞いていたそうなのですが、愛人の顔写真を目にしたことで激しいショックを受け傷ついたそうです。そんなデヴィ夫人を励ますパーティを1969年5月に故田宮二郎さんと故岡田真澄さんが六本木で開いてくれたそうで、お二人はそのパーティで出会いました。激励パーティでお会いした津川さんはデヴィ夫人に、世間はいろいろ面白がって言うものです、そんなことを気にしてはいけませんと声をかけたそうです。宴も終わりが近づいた頃、二人は会場の中央の席に座っていました。津川さんはその夜にデヴィ夫人が着ていた振袖の袖に隠して手を強く握りしめていたそうです。当時デヴィ夫人と津川さんは29歳、津川さんは若くてハンサムな映画俳優というだけではなく日本や世界の社会問題にも関心が高く、弱い立場の女性を全力で守ろうとする本物の日本男児でデヴィ夫人の目に凛々しく映りました。それから約1ヶ月、二人はそれぞれの境遇を忘れ、世を忍ぶ愛を続けました。東京プリンスホテルの同じ階に部屋を取り、六本木や横浜のバーへと出かける日々。だが、世界が注目する大統領夫人と、大人気俳優の姿はあまりにも目立ちすぎ、6月には多数の週刊誌により、世紀の恋、許されざる不倫の愛、と大々的に報じられることになりました。津川さんは結婚も望んでいたそうですが、当時は大統領もまだご存命で体力も衰え病気がちな大統領と離婚することはできないとデヴィ夫人は考えていたのです。悩んだデヴィ夫人はカリナさんを抱いてヨーロッパに旅立ちました。二人が出会ってから旅立つまでの1ヶ月は文字通り蜜月だったといいます。それから2ヶ月後の8月、津川さんは彼女を追ってヨーロッパへ向かいました。そして二人はスイスで再会を果たしたのですが、津川さんが日本で見たデヴィ夫人は世間からバッシングを受け、夫の愛人発覚にも傷ついた女でした。だから自分が支えなければと思っていたのでしょう。しかしスイスで再会したのは自信と誇りに満ちた大統領夫人デヴィ・スカルノだったのです。あなたの人生に自分は必要ない、そんな意味のことを言って津川さんは身を引きました。日本とスイスを合わせても2ヶ月にも満たない短い期間でした。デヴィ夫人は、でも私は偉大な大統領を忘れかけるほど彼に夢中でしたから、お別れは辛かったのです、と当時を振り返っています。そんな津川雅彦さんですが、浅岡幸次さんとの間の娘が誘拐された事件をご存知でしょうか。この事件は津川雅彦長女誘拐事件といい、1974年8月15日午前3時、東京都世田谷区の津川雅彦、浅岡幸次宅2階から、長女、真由子、真由子、
当時生後5ヶ月が略取され、身代金500万円が要求されるという事件です。犯人は身代金を第一勧業銀行、現みずほ銀行の偽名口座に振り込むことを要求し、津川さんは警察の指示に従って、当日に150万円を指定の口座に振り込みました。当時の銀行では口座を作る際に本人確認は行われておらず、現金と印鑑さえあれば偽名でも開設することが可能でした。さらに、当時のシステムでは、振込先の口座情報から犯人をたどることは困難でした。そのため、警察は第一勧業銀行の全店舗に人員を配置し、取引発生のたびに顧客を包囲して、犯人を探すという大掛かりな作戦を展開しましたが、特定にはつながりませんでした。この間、第一勧銀事務センターの SE が8月15日深夜に突貫作業でソフトウェアを書き換え、翌日8月16日には取引 CD 機が特定できるようにし、第一勧銀のオンラインシステムが更新されました。この結果、8月16日正午、第一勧業銀行東京駅南口出張所の CD 機から2000円、続いて29万円が引き出されたことが判明。張り込みの刑事が直ちに該当する23歳の男の身柄を確保し、男が所有していた暗証番号とカード番号が一致したことを問い詰めると犯行を自供したため、同日午後5時に逮捕されました。犯人の男は当初、佐川光雄、伊藤ゆかり夫妻の長女、由美を略取する予定だったそうですが、住所がわからなかったため、津川夫妻の長女に変更したそうです。その後の捜査で、犯人は津川の家庭状況や自宅の住所、間取りなどの知識を週刊誌等で得ていたことが判明しました。裁判では犯人に懲役12年6ヶ月の刑が確定しています。本事件は被害者が有名人の子供ということと、身代金の受け渡しに当時普及したばかりのCD 機を利用したものだったことから世間の注目を集めました。そんな津川雅彦さんですが、玩具事業で多額の借金を抱えていたそうです。借金は最終的に8億円ほどにまで膨らみ、長期に及ぶ返済計画を立てたそうです。借金返済のために2008年末に浅岡さん名義の豪邸を売却。浅岡さんの父で美人画で有名な伊藤新水画伯の作品も借金返済のためにほとんど売り払ってしまったそうです。以来、浅岡さんは湾岸地区にあるタワーマンションで暮らし、津川さんは都内の一戸建てに引っ越しました。一戸建てといっても築20年以上のこじんまりとした賃貸物件で、名優が住むにはあまりにも質素な家だったそうです。そんな津川雅彦さんは妻の死から99日後の2018年8月4日に旅立ちました。享年78。死因は心不全との発表でした。妻で女優の浅岡幸治さんを亡くした1ヶ月後の雑誌のインタビューでは、車椅子で会場に現れ、鼻に酸素注入器、指には心拍数計をつけていました。体調は悪そうなものの毅然とした表情で、娘を産んでくれたこと、借金返済のために家を売ってくれたこと、僕より先に死んでくれたこと、全て感謝だらけですと話されていたのが印象的でした。心不全ということもあって突然死だったと伝えている報道もありましたが、津川さんの場合は肺炎などの病気を長年繰り返し、年齢とともに徐々に体が弱っていったところでの心機能の低下だったと思います。2017年10月に緊急入院されてから、日常生活にも酸素注入器が欠かせなかったという経過から、慢性心不全だったのでしょう。心不全とは心臓がポンプ機能を失うことを意味します。死とは心臓が停止することです。なので死ぬ時は皆心不全になるとも言えますが、2つの病態があります。津川さんは亡くなるその日も病院で朝食を平らげたそうで、最後までお肉なども食べ、その夕方、ろうそくの火が消えるようにふっと言ったとのことです。妻の浅岡さんも亡くなるその日まで普通にご自宅で過ごされて眠るように穏やかに行かれたとのこと。つまりご夫婦それぞれが痛がらず苦しまず、見事な平穏死を遂げられました。死んでもなお
ここまで仲のいいご夫婦はなかなかいません。いかがでしたか？今回は津川雅彦さんについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。